はい、皆さんこんにちは、ポール神田でございます。ママお助け、シャチハタ、お名前スタンプ、おむつポン、山崎ひろとと書いてますが、これを買いました。でですね、スマホパソコンから申し込みっていうのをお送りしましてですね、今日ようやく到着しました。こちらですね、こちらですね、神田レオンさん来ました。おむつポン取扱説明書、こちらですね、こちらで来てます。さあ、これがこちらです。はい、神田レオンさん来ました。これを開けましょう。なんかね、ここね、親指切っちゃって痛いね、あまり使えない。さあ、それでよっ、もう親指ね、切るとね、玉ねぎ切ってる時にね、ちょっと失敗しちゃったんですよ、痛い。でもね、これをちゃんと、やっぱりダメですね、こっち使おう。で、チョキチョキハサミがあると便利ですね、やっぱりね、目の前にハサミがある、親指が切った時とかすごい便利ですね。はい、これで引っ張り出しました。お、なんだこういうね、神田レオンってここライオンマークにしてましたね、これにしました。ですからこれがこのままこう、これをスタンプポンとするとこうできるっていう状態ですね。で、これを置きました。さあ、これをどうするんだ。おむつポンなんですが、印面が届いた製品のホルダーをキャップから外します。キャップってこれかな、これかな、おお、外れた。で、両面のこっち側が、どっちが、こっちが表か、こっちが表か、うん、そうね。これで剥離紙を剥がし、これがこうなるのかな、そうね、これがこうなるということは、こうすればいいですね。剥離紙を剥がし、親指怪我してると痛いですねよ。こんな時のためにピンセットがあったんですが、ここにない。ピンセット向こうの部屋だ。親指使うね何かとね、え、親指で印面をここか、これでいいのかな、いいでしょう。剥離紙を剥がして貼り付けます。徐々に本体の凸凹、本体の凸凹に合わせて、凸凹ってどうや、これでいいのかな、これに合わせます。合わせました。はい、で、え、以上、インクはどこ、は、は、は、あ、こうやってポンか、なるほど。なんだ、これを外してポンかと思ったら違うな、こういってポンなんだ。ということは、これはインクが、は、おいおい、インクはどうなっとるんや、インクはどうなっとるんや、インクはどうなっとるんや、あ、あった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 、インクはどうなっとるんや、これか、そういうことか。あ、親指痛いよし、ムツポンのインクを、ほら、インクの入れ方がわからんよ、これ入れていいのかな、いいでしょう。全体の流れ、うん、これだよね、ねえ、うんうん、マニュアルに書いてないのよ、何にも。あ、あったあった、やっぱりそうね。17時30分です。はい、ありがとうございますで、これを、やん、まあまあ、インクを売るビジネスだからね。超原始的。で、これどこまで行くんや？どこまで行くんや？結構行くね。結構行くね。結構ライオンのところは隅っこいっぱいとかないと。これ墨汁、あ、墨汁じゃあかんのか、
この油性のインクでないとダメだね。油性のインクでないとおむつにポン、いかないですよね。こんなんすぐなくなりますよ。シャチハタさん考えましたね。シャチハタさん商売上手なんちゃうの。本当に、これ嫌だ、めんどくさいな。でももうここまでやれば OK でしょう。これ後ろがパクパク動いてるのが気になるんですけどね。はい、 OK だと思います。さあ、あとはおむつにポンポンしていきましょうかね。さあ、それではおむつにポンポン押すために一回止めましょう。はい、ありがとうございます。さあ、気分を取り直しまして、今インクをつけました。まず一回紙かなんかにやってみましょう。この封筒でポン、おー、まっすぐ押すのが楽しみです。さあ、前ですね、おむつに、ここ、ここね、ここね、うん、おお、後ろもいる、うん、これこっちつけていい、うん、ち、ポン、おお、これでママの仕事は超楽ちんになります。レオン君おめでとう。こっちももう一回やってみましょう。これ一生使えるね。はい、あとここ、ここに、あ、ここにやるとこっちにはつかないんだ。これ取って、取って、こっち、ここについてるやつをここにケースに入れるじゃないですか。普通ここにもつくのかなと、ここにはつかない、うん、で乾燥しないようにすぐにこれ蓋をカチッと閉めて出来上がり。外して、こっち、こっち外すとき大変ね。うん、なるほどね。はい、無事にできました。シャチハタさんの名前で忘れましたが、はい、これ便利そうですね。こんな感じです。おむつ噛んだようになりました。